プードルポインターとは、ドイツ原産のポインター犬種である。19世紀後半に作出された犬種で、ポインター種のポイント能力とレトリーバー種の回収能力を合わせ持つ犬種を作り出す計画によって生まれた。回収能力を持つポインター犬種は他にも存在しているのだが、他のそれにはないような特性を取り入れるべくして綿密な後配計画が立てられた。まず、 ジャーマンポインター90頭と、プードルの先祖であるバルビー王7頭を用意し、それらを交配させて、ブリーディングを重ねた。そしてこの交配種に、スピードと自制心を向上させるための、イングリッシュポインター、賢さとしつけやすさを増させるためのスタンダードプードルを、順次交配させて作られた。死役は、ハンターのお供として、山うずらやうさぎ、狐、イノシシなどの狩猟に参加し、 ハンターのサポートを行うことである。嗅覚で獲物を追跡し、居場所が分かると片足を上げて立ち止まり、ポイントを行う。ハンターは、プードルポインターがポイントして示した方向に向かって、両銃を撃ち、獲物を仕留める。仕留められた獲物は、命令によりハンターの元へ持ってきて、狩猟は完了する。ちなみに、獲物が大型銃であった場合は、他の犬かハンターと協力して運び出す。 もとより希少な犬種であったため大切に保護されていて、二度の世界大戦による戦果もあまり受けなかった。近年も希少犬種であることに変わりはなく、ほとんどの犬が人猟剣か消毒区として飼育されていて、滅多にペットとして飼われることがない。なお、ドイツ国内で飼育されている、プードルポインターよりも、原産違いで飼育されている犬の方が多いと言われている。 2004年の4月11日、国際地区犬連盟に公認犬種として登録された。外見は、プードルの顔とコートを持つポインターといったところである。垂れ耳タレオだが、尾は半分の長さにダウンをされることもある。ふさふさしたコートは、ウェーブがかっていて、少し巻いている。低アレルゲンで、犬のアレルギーを持つ人でも飼育することができる。毛色は、単色が基本だが、 ある程度のブチは許されている。体高はオス60から6 5ンチメートル、メス54から5 6トルで、体重は私有ともに25から3 0ラムの大型犬。性格は活発で知的、忠実で恩和である。運動量はかなり多く、室内外にはあまり向かない。ありがとうございます。